メリノ種は特に羊毛の生産を目的として飼育される羊の品種で筆頭に値するものである。毛質が繊細で、毛色は白く染色が容易である。メリノ種の原型はイベリア半島でルチウス・コルメラがローマのタレンティーネ・ダネとアジア系、北アフリカ系、半島土着種を科学的に荒廃し開発した。スペイン帝国が起こってすぐメリノは 王室の所有となったが、フェリペ一世の時まで富裕な貴族と教会に売却した。17世紀に帝国の完全独占化に置かれ、1731年、王室羊に関する法令が、それまでメディノ独占のために出されてきた帯正しい直令を体系化した。スペイン王室の財政が苦しくなるにつれて、公式の限定輸出と密輸が行われ、 ナポレオンの侵攻を受けると、軍費、食料のため貴族所有のメリノが接収、転売、屠殺され、ナポレオン軍も戦利品として持ち帰り、フランス内外へ転売した。席を切ったような輸出と開発が羊毛業の革命と世界史の佳強をもたらした。今日では諸事情により、主にオーストラリアと南アフリカ共和国で買われている。 ノルマン人撃退とレコンキスタを成し遂げて勃興したスペインにゆえ温床を確保し封建性を延命する国家体質が根付いた。それはメリノだけでなくアンダルシアの馬やコロンブスらの発見した植民地も同様であった。行き過ぎた封建性がスペインの工業を成長させなかった。ショーエンコルティーホの労働力は全ーゼンの日雇いブラセロスが主力であった。 市民階級は生まれようがなかった。スペインの東から西へ流れる川の間には山脈が立ちはだかり、加えて慢性的な財政難も一因となって、運河は18世紀後半まで造成されなかった。そうした国土のど真ん中マドリードに首都が置かれていた。その周辺だけ都市開発が進み、エルスコリアル修道院の科学的蓄積もそこにあった。メリノ 春馬、東牛は、まず舗装されない草原の牧場に固定された。貴重な財産を持ち出そうとする癖者は、牙で追い池に処すという、コストの高い独占体制が敷かれていた。このような状態であったので、アンシャンレジームの間は、かろうじて、カタルーニャとバレンシアだけが、民間資本を蓄積していった。メリノがスペインに独占されていたも、イギリスやドイツは、手持ちの品種を使って、 後輩を試行錯誤していた。また、オランダは、羊毛の染色で覇権を握り、1648年に、アントウェルペンのスヘルデ川を閉鎖して、オーストリアに大打撃を与えた。これでもスペインハップスブルク朝は、オーストリア本家にメリノをなかなか渡さなかった。むしろ、オランダ経由で、南アフリカへ分けたくらいである。ナポレオン戦争で傷ついたスペイン経済が、 本家に放置されたのは道理であった。イギリスがオーストラリアに持ち込んだメリノは最も注目される。1850年代のゴールドラッシュで牧道が不足したことをきっかけに放牧できることが分かり、柵に貼るワイヤーと金鉱掘りが食べる英国種の需要が起こった。オーストラリアは1883年まで本国との貿易を着実に発展させたが、同年以降アントウェルペンは、 オーストラリア羊毛の唯一の集配センターとなった。1883年にフランスとの直接取引が定着。1887年来たドイツロイドが参入。翌年後半にドイツの輸送船がシドニー・メルボルン・アデレード等の主要な羊毛輸出都市とアントベェルペン・ハンブルク・ダン・ケルクの間に貿易便を設け、追ってベルギーも蒸気船航路を確立した。 1960年代まで牧羊はオーストラリアの主力産業であった。スペインのメディナデル・カンポ、ブルゴス、セゴビアでは12世紀から英国やフランドルの羊毛賞が毎年春頃から市を開いていた。時期を合わせた移動牧羊がイベリア半島を縦断して行われた。羊の所有者たちは牧道の雇用、賃金の設定、名羊の帰属といった。 共通の問題解決を意図して、組合、メスタを作った。カスティーリャ王国の、全、羊会を対象に名誉ある、メスタ会議が行われてからは、同国で許される牧羊の行動基準がメスタから出るようになった。会議が行われる、以前のメディノウールは、価格が英国種に劣後した。13から4世紀からブルターニュノルマンディ等の、フランス宴会諸行と、 スペイン北部のビスケーワンとの間に海上貿易が著しく発展し、ここでメリノウールが市場に頭角を表した。15世紀末までスペイン商人がナントやルーアンに定住し、比べてフランス商人がスペインへ出向くことは少ないような状態が続いた。このバランスはイタリア戦争で劇的に変化し、南部のアンダルシアがフランススペイン貿易のようとなって、 ヨグノー商人、船舶が訪れるようになった。1521年からは交戦関係となり、フランスはスペインとの貿易にフランドルやイギリスの商人を仲介させた。1559年の加藤カンブレジ条約が仲介を不要にし、貿易が栄え、1578年から1581年にかけてセビリア・バルセロナ・カディスにフランス人領事が置かれるまでとなった。 この頃にオランダが独立した。オランダはスペイン領であった頃から染色を得意とし、メリノウールの白さが持つ進化を証明してきた。欧米領権を市場としてメリノウールは世界的なブランドになった。17世紀末にアラゴン王国にまでメスタの基準が適用されるようになった。果樹園、武道園、穀物畑、牛の放牧地。 刈り取り後の草地への養軍侵入は禁じられていたが、野菜園などは侵入を拒否できなかったので、農民から訴訟が相次いだ。メスタは公開地や入会地でも飼育が許された。工作地帯に82メートルの牧羊道設置が法で定められ、養軍通過中の立ち入りが禁止された。カルリスタ戦争中の1836年まで、 批判されながらメスタは影響力を持ち続けた。メスタが残した木曜堂は1920年代まで使用された。メスタは国庫に資金を供給するため長く保護されたのである。ザクセン剪定工業のメディノウールはイギリスで剪定工ウールと呼ばれ、手織業者に売れまくった。1765年に輸入された220頭のメリノは ドレスデンに近いシュトルペンの剪定校を動物園に送られた。スペインから同行してきた羊飼いは翌年半ばまで牧羊を指導した。ザクセン王はすべての小作人に牧羊を義務付け、また法令でオスのメリノを使った羊飼い漁をしないと牧場から追放するという措置まで講じた。1766年、メリノはザクセン農家に強制販売された。 ポーランド分割が進むにつれて、開発も加速していった。メリノは1778年にも8月から翌年5月までかけて、スペインから輸入され、ホーエンシュタインの牧羊学校に移された後、ローメンの政府寮に送られた。ここでは1783年から1923年まで、スペインの純血メリノが保有された。ここで繁殖したメリノは、管理が行き届いており、 オーストラリアに送られ、1829年スペインへ帰還した。寒いロシアは今でも羊毛消費国であるが、ザクセンで改良されたメリノが1806年に輸出された。エレクトラルウールはシレジア産と並び、19世紀中頃に世界一の品質を誇った。もっともこれらはドイツ関税同盟が結ばれた頃から生産量を急速に減らしていった。 この傾向は同盟を主導したプロイセンのウールを保護する効果があった。このプロイセンにはジョン・コッカリルが羊毛盟石業者として進出していた。距離を得たコッカリルはグループブリュッセル・ランバートやベルギー国立銀行と緊密なコンツェルンとなった。1741年すでにプロイセン王国へメリノが王室経由で輸出されている。 ドイツ帝国が三国同盟を結ぶまでプロイセンが牧羊に力を入れていたところを見ると南アフリカのメリノを確保してから本土の牧用地を工業化させたように見える。ボーア戦争にジョン・モルガンやロスチャイルドが投下したカトリック資本はスペインに対する制裁と英物に対する牽制に働いた。第二次世界大戦後伝統的な牧用地が東ドイツに帰属した。現在、 東欧ではルーマニアなどが牧羊国である。1783年、ルイ16世が、老いのペンティエーブル公爵からその領地を譲り受けた。このランブイエは、動物園と小園を兼ねるようになった。ランブイエの管理者となった、ダンギビリエール伯爵は、ルイ16世に対して、スペインのカルロス3世からメリの羊を大量輸入するよう働きかけた。ランブイエに届いたメリノは、 寄せ集めだったが、選別と交配により独自の品種を確立した。ランブイエ動物園は、革命の後政府所有の実験牧場となった。ランブイエメリノのお羊19世紀末、ブエノスアイレスを中心に繁栄するアルゼンチンメリノは、ランブイエメリノを地元品種と交配したものである。ウルグアイでの品種改良にも使われた。しかし、南米の豪雨で不日詰病に苦しんだ。 ジョージ3世は、ロバート・ファルク・グレビル・大イザーを通して、ジョゼフ・バンクスにスペイン・メリノ輸入の可否を尋ねたが、バンクスは合法的な方法がないとして、密輸を提案した。それは1789年に実行され、メリノがポーツマスに運ばれた。密輸は3年ほど続いた。旧ガーデンで飼育されながら管理がいい加減だったので、バンクスが、じきじきに行うと申し出た。 スペイン王室とも直接の交渉が持たれ、それが1790年に成功して輸入されたメリノは旧都ウィンザー城へ移された。翌年1月、エディンバラでサージョン・シンクレアを中心に羊毛協会が組織された。この団体は王室所有のメリノを買い付け、スコットランド北部の牧羊業者に寄贈した。1796年、トーマス・ヘンティが ジョージ3世からメリノを買った。1798年、ジョージ3世は王室が所有するスペインメリノを旧からヨーク公爵の所有庭園に移した。バンクスがスペイン式の管理法を継続した。こうして育てたメリノは1804年8月15日旧に近いリッチモンド公園で競売にかけられ、ジョン・マッカーサーなどが落札した。1808年、 ジョージ3世はカルロス4世からメリノを2000頭をもらった。ジョージ3世とバンクスが1820年に死去すると、旧のメリノは、オッケンデンのトーマス・ベネット・スター・ジョンに委ねられた。1801年、フランスから、オスのスペイン・メリノが4頭、ニューヨークへ送られた。これは1799年、ハドソン川沿いに牧場を買い、フランスから移住のデューポンド・ネムールが、やはり、 ハドソン川流域に牧場を所有していたパリの銀行家ドレセールに頼んで輸入したもので一頭だけが無事にたどり着いた。この主筆寺はドンペドロと命名された。デュポンはデラウェアメリーランドバージニアペンシルベニアにも飼育牧場を開き、1810年には合衆国最大の牧用業者となった。1802年、ロバート・リビングストーンは中仏大使だったが、 ルイ16世がシャロンに所有していたメリノから2組を手に入れてハドソン側の牧場へ送った。1809年、羊に関するエッセイを表した。一方では1797年から1802年に、かけ、デビッド・ハンフリー将軍がスペイン宮廷詰め大使として赴任し、任期が終わる1802年にカルロス4世からメリノ100頭をアメリカへ輸出する特許を得た。 1809年と、その翌年、チューリス・ボンベイ領事ウィリアム・ジャービスは、スペイン王室が叩き売るメリノ羊を、約4000頭も買い付け、1811年には2万6000頭も、輸入された。1840年代から、欧州各国のメリノを輸入して荒廃できるようになった。カリフォルニアゴールドラッシュ開拓者の生活需要から、洋軍も西へ大移動していった。 牧羊事業は1884年にピークを迎えた。羊飼改良は20世紀に入っても活発に行われた。 オランダ東インド会社は南アフリカでの羊毛生産を諦めていた。さて1789年、スペイン王室から、オスギ島、メス4島のエスコリアルメリノがオランダ王室へ送られた。王室は、ケープ植民地軍総司令官、ロバート・ヤコブ・ゴードンに南アフリカで飼うよう命じた。1791年、オランダ王室の指示で原品が送還された。 それまでに繁殖したメリノは現地産業の礎となった。1792年、カンンィーネン3兄弟がロバートから3頭のスペインメリノを購入した。1795年ケープ植民地がイギリスのものとなり、2年後、ロバートの妻が夫の友人らにメリノを売却した。友人とは、同郷スコットランド出身のヘンリー・ウォーターハウスら、 英海軍の艦長3人であった。合計35頭がすべてオーストラリアへ連れて行かれた。ボーア人がリーネン兄弟からメリノを買って育てた。最初の一人がスウェレンダムに牧場を持っていたランドロストフォーレであった。ヤン・フレデリック・ライツとミシェール・ファンブレダも1812年に牧場をスウェレンダムに作り、1816年リーネン兄弟からメリノ3組と、 雑種目羊を買った。二人の牧場は1833年に7万7千キロの羊毛を生産した。こうして彼ら同族は1830年までにケープ南西部及び西部での牧羊を確立した。チャールズ・サマセット総督はイギリス系入植者の牧羊を開拓した。1815年から総督は旧からメルノを数回にわたり輸入し、 牧羊業者にその子羊を販売していった。グレートトレックにより7 0域に牧羊が定着した。1891年にはアメリカのバーモントメリノが輸入された。1904年から1929年まではオーストラリアから毎年継続的にメリノが輸入された。サミュエル・マースデンは1780年までに土地活動を受けニューサウスウェールズで3番目に大きい牧場を 経営していた。そこで、ウォーターハウスから譲り受けたメリノも飼育していたと言われている。マースデンは1802年バンクスに英国史を手紙で催促した。1810年に、本国王室からエスコリアルことを輸入してからも、彼は純血維持と品種改良を続けた。1798年、ヘンリー・ウォーターハウスら3人が無事に、 オーストラリアへ持ち込めたメリノは13頭であった。ポートジャクソン植民地のジョン・マッカーサーが到着を聞きつけてすぐそのメリノを全頭を買っていった。ジョンは当時の制度によりニューサウスウェールズに赴任した英国士官としてパラマタ近くの土地100エーカーを得ていた。その特権で活用された土地を最初に完全開墾したがその功績に また制度が適用されて新たに100エーカーを与えられた。ジョンの土地に作られたエリザベス農場では工作だけでなく牧羊も行われていた。1801年、ジョンは農場で生産した羊毛のサンプルをイギリスへ送った。これを見たバンクスにメリの羊の純血を維持するよう指導された。同年6月、ジェームズ・マーシャルという軍人の裁判をめぐってジョンは 自分の部下と一緒に植民地総督と縁を切ると言い出したが、ウィリアム・パターソン上官に反対され決闘で、切りつけてしまった。この罪でジョンは、土地活条件を取り上げられた上、ロンドンの軍事法廷に送還された。汚名を返上すべく、ジョンは、カムデン卿の支援を取り付け、また、国務大臣ホバート卿に計画書を書き送った。そして1804年8月15日の旧で、 行われた競売でメリノットを買っていった。ジョンは退役して、オーストラリアに戻り、ネピアン川沿いの5000エーカーを特権で割上された。そこでジョンは競り落としたメリノを、南ア由来のエスコリアルと交配してカムデンメリノという品種を誕生させた。ウィリアム・ブライが大脳による牧羊に反対したので、ジョンは1808年ラム種の反乱で陰道を渡した。 ジョンも植民地から強制退去させられたが、1817年に植民大臣の許しを得てニューサウスウェールズへ戻った。それまではジョンの妻エリザベスが牧場を管理した。1819年、ラックラン・マッコーリーがエリザベスの腕前をたたえ700エーカーの土地を送った。ジョンは1819年から翌年にかけてメリノ羊をタスマニアへ送り、 4,368エーカーを手にした。1821年、オスのメリの300頭を上納する代わり、ニューサウスウェールズのカウパスチャー4,368エーカーの活状を受け、3,630エーカーの土地交換を同時に行った。一昨年ジョンは政府にメリの払い下げを提案しているので、さっきの300頭はそのように処分されたとみられる。 1823年、ジョンとマースデンの活躍により、作種構造のある囚人法が廃止された。そして牧用業者が囚人を構成させる責任を負うことになった。1824年、ジョンの息子らが羊毛会社をロンドンに作った。翌年タスマニアにも会社ができた。この頃から、ザクセンのエレクトラルを輸入して使う同業も現れだし、 またニューサウスウェールズでの牧羊が爆発的発展を見せた。やがてオーストラリアの牧羊界は群有各拠の様相を呈し、同地の羊毛はザクセンとシレジアのそれを圧倒した。1860年代、ジョージ・ホール・ペピンが、ランブイエ・メリノ島から夏の乾燥に強い品種を開発した。同じ頃、南オーストラリア会社がザクセンのメリノをベースに太バンダがタフで、 内陸に適応する品種を開発した。ありがとうございます。